やりたかった。いやありがとうね、本当に。ここ言っていいんでしょ。はい、もちろん。チームワンのこう事務所。はい。すごいかっこいいね。ようこそです。ありがとうございます。いやいや、素晴らしい。エントランスからめっちゃ目立つと思って。あ、そうですか。俺、Google で調べたのよ。はい。Google で調べて、この辺の駐車場ないかなと思って、こう、はい、写真のやつやるの、はい。やった瞬間、もう、バーン出てきて、ね。出てきました。うん、ここはかっこいいとこだ。これ分かりやすいわ。ありがとうございます。4月29日。まあ、今日がね、ミジャーじゃない。4月29日から、一般公開。一般公開。で、今までは一般のその選手は募集してなかったけど、自分一人で練習してた。うん、はい。練習場所に使ったけど、4月29日から、こう、一般のお客さんも、セミパーソナルみたいな感じでやるんで、ちょっとね、ぜひ、チームワン。お願いします。世田谷区船橋。いや、ってことで、今日は、はい、話、トークを。はい。まあ、そうですね。我々はもう、一回切ってのおしゃべり野郎みたいな。おしゃべり野郎。そう、おしゃべり野郎だね。良、はい、くも悪くも。いや、まあ、まずね、はい、この間、おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだったどうだった、弱かったっすよ。弱かった、まあまあまあ、過去はね、過去はすごい尊敬してますけど、普通ですね。いや、梅野くんはめっちゃ強いよ。めっちゃ強いです。あ、まあ、あんま分かんないか、セレディ夏希。けど結構木戸さん、胸あたり結構バカにしちゃってましたね。いや、バカにしてるんじゃないですよね。バカにしてる、リスペクトよ。我々って広めてんだから。だから梅野くんからしたってこれ広めてるんだから。梅野を助けよう会を開いてるから。いや、じゃあ梅野くんとは俺ね、7、8年前かな、エキシビションマッチで戦ってんの。で、その時にうわっ強っと思ったの、うん、ずっと俺は強いイメージを、うん、骨の試合は普通に勝ってる、がっつり勝ちよ。あれ格闘家100人見てる、多分99人勝ちって言うと思うよ。あれは勝ちよ。まあもうでもあげようかなと思って、勝ちあげようかな。俺負けていいよって。ああ、もういいよ、あげるよあげるよって。やばいだろって言われる。ほんまに過去は認めてますからね。過去はほんますごい、すごい選手やったじゃない。ああ、まあ今じゃなくて。はい、今はなんかちょっと迷走してるんで。言ったとどまあでもなんかすごい名前売りたかったみたいなんで、ある意味売れましたよ、ね。まあまあそうね。はい、梅野くんのその、今のこの終わったからの、ツイッターの感じを見ると、炎上商法もめちゃくちゃ。おう、面白い面白い、トレンド入りしてるな。おう、でそれ助けてるじゃん、ちょいちょい。リツイートして支えようと思って。戦友なんで、戦友。まあまあそうね、まあ、俺はもう尊敬してますよ、うん、はい。みんな僕でも本当に勝ったと思ってるのかな。分かんない、分かんない。試合直後に言ってたからマジで勝った。あれはマジなのか。まあ基本興味ないじゃないですか、うん、あんまりもう、まあね、あんまり格闘技あんまり興味ない、ね、そうそう、あんまり興味ないですけど、でもあそこまで面白いから俺もドライブ企画しようと思って2人で、はい、めっちゃ面白いでしょ。それ面白い。それめっちゃ見たいわ。はい、後ろの席からムエタアイデキドさんがドッキリで。俺そんなにウェラクと繋がってない。ムエタアイデ今打ってはるじゃないですか、うん、やっぱりムエタアイデの手法ですか。俺じゃなくて向こう、はい、そう、そうよ。俺ムエタアイデとか言ってたけど、ムエタアイデの試合2、3回しかしない。だからやっぱ挨拶しないと。ああ、すごい。チャンピオンだからね、大丈夫。そうだよね。同い年ぐらいじゃないの。1個上じゃない。1個上ぐらいか。ああ、そうだそうだ、大体そんくらいだもんね。この間の試合はね、良かったよ。いやいや、うん、やっぱその飯田トレーナーの、あのボクシングの感じはめっちゃ出てた。あ、本当ですか。うん、パンチでやっぱりこう距離を取ってこうしっかりこう突っ込まないんでこう打つパンチが、ああできてるんだ。これはめちゃくちゃ気にしました。これいや、そうですそうです。ホームラン打たへんようにね。こうやって我々が触れることによって、うん、彼はやっぱ救われて名前が売れるんで、もうでももういいかなと、もうくどいかなと、うん、じゃないともう一回試合組まれちゃうもんね。3戦目。でも3戦目組まれたらやるしょ。やる、まあ楽ですけどね。あ、でもやらない。もうでも掴んじゃったかな。梅野くん対策の戦い方はもういいでしょ。どんな顔して向き合ったらいいかちょっと待って。次は試合はどういう人でいたの。いやー全然、あ、でもヒートに出ようと思ってまして、そうね、5月7日ですね。もうだから再来週、はい、誕生日の次の日です。来週です。あ、そうじゃん、そうじゃん、はい、そう、誕生日じゃん、はい、来週です。一回俺やったもんね、司会。はい、司会はイベントで、コウジ君の、うわ懐かしい、バースデーイベント、懐かしいね、コウジ君のバースデーパーティーの
司会俺がやったの。でも浩司君のファンの人が40人ぐらいを2回かな、そう、その日のうち2部でやって、浩司君に手紙を読んで、俺それ絶対やらないから見たことない。浩司君に手紙読んで、じゃあ浩司頑張ってこうやって東京でこうやってやって素晴らしいです、体には気をつけてください。木戸康弘つって。雰囲気結構長くてリアルですね。めっちゃいい感じだよね。そうそうそう。で周りのお客さんも知らないからみんな感動してて、俺もちょっともうほんまに俺涙腺弱いからうるうるしてて、最後に木戸康弘を入れた瞬間全然ずっこけたもん。大してカメラ回ってないのにね。面白かった。2部では本当に小島お母さんからの手紙読んだの。そう、だから信じない、逆にもう信じない、オオカミ少年みたいなじゃん、全然信じない、リアルオカミ。そうそう、で、5月7日に試合、そうかそうか、それが7ヒートびっくりしたんじゃない、みんな。まあそうっすよね、それこそザマッチに出るんじゃないかと。そうっすねって言われてたわけじゃん。まあ俺らしいかな、そういう人と逆の道を行くのは。で、まあその昔タイトル取らせてもらった団体なんで、そこがなかったら K-1 にもライジンにも上がれてなかったんで、恩返ししたいなっていう思いあって。あ、俺もちょっと同じことだ、それビッグバンに言うわ。はい。でもでもでも、ほんまに木戸さんリアルに思ってはると思う。だから定期的に出てはりますもんね。まあそうね、まあちょこちょこは出てるかな、ちゃんと、はい、普段しゃらけてますけど。自分はファイトマンでゼロ出ますから。そうですね、見た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 。いや、まあ実際もらってるファイトマネーってやっぱり到底払えないんで、うん、やっぱ恩返しっつってやっぱね、そこでお金取ったら余計苦しくなるかなと思って。ファイトマネーゼロでさ、かっこいいってすごいね、かっこいいわ。そうっすよね。どこがやったの、志村？志村感情のね、ヒートの名古屋、名古屋ですね。あ、じゃあ本当、まあビッグワンも近いね、似てるね。そうです、あ、そうです、谷山ジムさんがやられてるみたいな感じで。ライズももともとそうだしね。あ、そうなんすか。ライズも伊藤さんがそのライズのジムをやってるじゃん、はい、ターゲットターゲットやってるから、ターゲットが始めた。へえ、すごいですね。そうそうそう、それがあんな大きくなって。そうそうそう、だからターゲット伊藤さんがライズっていうのを始めるぞってなって、俺最初1 ライズ1,2,3 とか見に行ってて、で俺もうプロだったからその時で、ライズ7出てる。すごい、木戸さんが現役の中で一番全てを知ってますからね、現役選手の中で。うーん、歴史をね。ディファー日焼けで何度試合したかね。自分もでもその時代いてましたよ。そうだよね。ああ、俺ももうはっきり覚えてない。浩司君が谷山ジム主催ビッグバンの試合に大阪から浩司という人間が出ると、もう俺その時は知んなかった、はいはい、ああそうなんだって言って、俺もその日出てたかな。いや、木戸さんは俺出てないか、出てないですね。で、はい、で俺はそのもちろん行くじゃん、自分の手伝いとかも含めて、うん、で、行った時に大阪からバス貸し切りで1台か2台、1台2台ぐらい、まあ1台、応援団が来た。すげえ。俺もうびっくりして、え、何浩司って何者と思って。で、谷間会長に聞いたら、いや、大阪のこの浩司めちゃくちゃチケット売るんだよって言って、興行の騎士っていうのはやっぱチケットを売る選手はやっぱりこう重宝するから、いや、すごいんだよそれ、って言って俺そこで浩司が知ったの、うん、あれもう10年ぐらい前かな、10年、はい、そうですね、うん、俺がシルバルフに行ったら現れたし。ダルビさんが、浩司君もちょっと来ることになるから、おーおーと思って、はい、そっからだよね。あれ来たのは何だよ、2010、4年前なんで。あ、でもそんなもんかも、はい、2018年。その後夏希とかもさ、あれじゃん、俺は浩司さんがいたから入れたよ、ね、そうだよね、代理戦争ね、みんな。まあ今あれですね、夏希は裏切って浩司軍団に、今木戸軍団に入ったんで、一緒の目線じゃないじゃん、一緒の目線じゃない。俺絶対それ言われると思ってた。嬉しいですよね。いや、もうね、ほんとね、いや、なんか楽しかったし、あの時も、あの時で。いや、楽しかったです。めちゃくちゃきつかったですね、俺ね。俺、覚えてますもん。シルバールーフに行って、うん、最初2週間だけ、あの、出稽古で行かしてもらうよってやったんですよ。うん、で、みんなにボコられて、まああの時もう島野くんとか、うん、あの辺には勝ってる時代で、うんうん、ちょっと天狗にも、大阪では天狗になったんで、うん、でもやられ倒して、もうほんまに帰ろうと思って、すぐ帰ろうと思って、うん、でもこれで帰ったら一生笑いもんやなと思って、うん、ここで頑張ろうと思ってシルバー行かせてもらったんですよ。あ、そうなんだ。最初はもうすぐ帰る予定だったんだ。2週間の予定で最初は大悟さんのとこ行かせてもらって、大悟さんのとこでもう張り切やな、男としかこつかんと思って、で、そっからですね、大仏さんに。でも自分、大仏さん一筋で来たって、東京大嫌いだったんで、うん、ただ大仏さんはなんかちょっと異様なオーラあるじゃないですか、あの人の近く行きたいなと思って、うん、だからクレストとかあんな何も悩まんかったです。一択できたんですよ、シルバー。ああ、そうか。
まあ、シルバーアルフそういうのもまあ結構多いもんね、はい、だから俺、コウジ君、村越、3人ともシルバーアルフじゃないからね。まあまあまあそうですよね。これがまだ不思議なところなのよ。3人ともフリーシルバーアルフ所属じゃない、うん、まあ、そこはやっぱ大輝さんがね、大輝さんというこの懐がやっぱ北海道の大地が生んだ、うん、まあまあ北海道ですからね、広さよ。で、それで来るようになって、俺と同じ自転車をパクって買った。あ、そうそう、懐かしいですね。いや、これ木戸さんが自転車乗っとったんですよ、電動自転車。ほんで、これいいっすねって、いいやろみたいな、乗ってみみたいな、乗らせてもらって、めっちゃいいじゃないですか。じゃあお揃いで買わせてもらいますって買って、で木戸さんって持っていてどうすかって言って、おいいねって言って、木戸さんの自転車みたいな、もうせっかく買ったのに全然違う自転車買ってきた。ね、ひどいわー思って、せっかくお揃いで買ったのに。あれまだ乗ってありますか？あれは超まだ乗ってる。あ、本当ですか？いや本当だから、東京は電動自転車で始まったから。うん、あれは便利でしょ。やっぱあれめっちゃ便利。免許は？車免許はなくなったんですよ、ね、え、なくなったんですよ。車免許なくなった？なくなったですね。あ、紛失しちゃった。はい、紛失しちゃったですね。いやほんまにほんまにリアルに何歳かな、76ぐらいまで持ってたんですけど、276、76、東京来る前まで持ってたんですけど、でちょっとなくなって。なんでなくなったん？いやこれ結構言われるんですよ。もう絶対飲酒とか事故やろって言われるんですけど、マジ違くて、なんか違反が重なったんですよ。あの小さい違反が、でほんまになくなった。ほんまや、1点だけは予防して、これマジなんですよ。なかなかちょっと時間なくて、で最近やっと大晦日ライジンで負けちゃって、もうちょっと拗ねてるふりして、この冬眠してるふりして、この間に行ってしまおうと思って、うん、教習所に。取れた免許。いや、ほなさっき原社長が無理やり起こしてきたんで、うん、冬眠を、うん、だからまた試合があったんで行けなくて、今仮面なんですよ。あ、今仮面工事。はい。それぐらいでいいかやつ。ああ、これいいね。女の子と取られるキャラじゃないですか。なのに、教習官のおじさんと取られて、キャラ崩壊です。いや、でも女の子と今度は若葉マークついた車で取られてる。そうそう、面白いですよね。これめっちゃいいでしょ。いやいや、取られたくない、もういい。何取られるんですか？ちゃんと気づかない。全然気づかないですよ。むちゃくちゃ俺ダサい取られ方しますからね。めっちゃ神経がこんな顔する。10時10分で。あ、そうか、これでやんなきゃいけないだろうね。ちょっとやっぱかっこよく取られたいですね、こんな顔。教習者でも不良みたいな感じで取られたい。まあ、2人とも解禁すごいじゃないですか。俺は出たとこ勝負だもんね。準備しててるから、ね、仕込みタイプ、仕込みタイプ仕込みタイプ、出たとこタイプ。まあまあ仕込んでる時もあるから。俺来てきた、だいぶ仕込んでる。どっちかというか、そうだそうだ、めっちゃ着込んでる時あるわ。ちょっとかっこいいけど、そういう解禁する、うん、発端みたいなのなんだ。発端、あ、それ聞きたいわけだね、小島。俺自分はあれですかね、やっぱりもう客読んでなんぼで、うん、やっぱ注目浴びてなんぼなんで、プロやから。だって客がいないところで試合してもね、裸で殴り合ってたら変態やからね、おっさんだって殴り合っても。その客を呼ぶにはどうしようかって思った時に、まあ俺のやり方はああいう悪態ついたり、まあ逆に言ったらそれが俺のやり方かなと思って、だからすごい考えたんですね。で K1 で言うとヘルメットだよね、最初。あ、ヘルメットだね。そうっすね、蹴るがバーンやった時に、はい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 、広高にこうやってやって、で、まあ俺もその時も、まあその時っていうか、いつもずっといろんなこと言ってでしょ。で、その時ジムでさ、コウジ君がヘルメットとかもう俺では絶対やられたら嫌だと、逆に自分がやられたら嫌だと、で、木戸さんやったらどうしますみたいな感じを俺言われた。あー、まあ俺だったら、あ、いいのこれ、かぶって、そうそうそう、うわ、これいいの、あ、お、ありがとうありがとう、おお、じゃあ俺これで試合するわ、ガチャって、その会見終わってた。これが正解。これが正解で、俺が一番苦しい。もうでも一番それがおもろいでしょ、ね。そうそう、いや高いよこれ。高い、ありがとう。喋れまってパチャージ。でもキングオブエンターテイナーだから。確かに。いや、まあでも木戸さんはむちゃ昔からやってますもんね。そうね、俺まあそうね、俺だからあれなのよ、それこそK1 ワールドマックスの時もうちょいちょいやってたの、はいはい、ボケ倒してたの、はいはい、いるじゃん、同じ階級のやっぱスーパースター大名人がいける、マサト大名人がいけるやっぱマサトさんが、いや、そんなんいらねえんだよってなると、周りのスタッフ、そうですよね、あの時のプロデューサー、
ぱ、まさと君はもう、あ、はい、あってなってた、あの人も、はいはい、もうやっぱ、まさとさん信者だから、もうまささんが右向けてたら、もうみんな右向く感じだったね。まあ、今考えると、あんた当時、まささん20代だからね、うん、会社の空気感、スタッフの空気感も全部まささん、うん、俺はそこの下にこうちょこちょこいるもん。で、俺ちょいちょいやってたのよ、やってたけど、やっぱりもう消される、消されるのよ。コヒさんとかいじりまくってたの。俺も誰の前でもやるっすけど、さすがにマサさんの前ではようやれへんですもんね。だマサさんと俺同じ世界トーナメントの時にくじ引きだった、うん、くじ引きでマサさんが最初、1回戦第1試合のところに俺がもうチャンピオンの俺ここ座ると。で次順番にくじを引いた人がマサトさんの隣も行けるけど他のところも行けるっていうくじ引き記者会見だった。俺は引いてもマサさんその行くつもりはなかった、絶対なかったけど、ドラゴが速攻で行ったのよ、うん、で俺キシェンコ行った、うん、いやもうちょっとキシェンコ本当めっちゃイケメンだから抱かれるならキシェンコかなみたいな感じで、まあ会場ドーンと受けて、でわーってなった瞬間で終わって、マサトさんのところにインタビューになった時にマサトさんがビシッと、俺を選ぶってことはこのドラゴ俺に勝てると思ってやってんだよなみたいな、もう俺がいろいろこう手前でお茶がけてたことをもうバッサー切ったの。その後もう俺の何にも喋らなかった。まあそうなりますね、それは。そうそう、だからまあマサさんがこう K1 まあまあ引退されて、で格闘技クラッシュになったね、 K1 がなくなってマサさんが辞めて K1 がなくなってクラッシュになった時ぐらいからもう俺これいけるぞと思って自分出せるなと思ってからめっちゃやりだした。でもそこでやっぱ浩司君とかやっぱその自分の色をやっぱも出したもんね。まあうん、素晴らしい素晴らしい、まあカリスマですからね。でもそんな感じで言ってたよ最初から、はい、いや実際なってきたからね、はい、周りがこうやっぱついてきたというか、まあだから電動自転車からこうなりやがったもう、あ、まあ、そうか、そうです、もまたあれ買おうかいや素晴らしいわ、うん、裏でもバチバチ喧嘩しましたから ね、 ね、いやもういやガチの喧嘩よね。そうです、タケルとはどうなのそれで。タケポンとはそれこそね、俺昨日、はいはい、タケルとご飯食べた、はいはいはい、で、明日コウジ君と、はい、撮るんだって言ったら、はい、あのよろしくお伝えくださいって言ってたんだけど、はいはいはい、よろしくお伝えくださいコウジ君の、はい、喧嘩を聞きたいわ。どうなり、まずどうなりそう。ほう